かもじゃますです。スタジオのしんちゃんです。ちいちゃんです。もうすぐ春ですね。春ですね。春到来ですよ。まだちょっとね、肌寒いんですけどね、もうちょっとしたら多分高くなってくるかなと思うんですけど、はい、まあ、今回はね、ちょっと新入生の子たちがね、4月からソフトテニス部に、ね、入ってくるということで、はい、新入生の子たち向けに何かやりたいなと思うんですけど、何かありますか？そうですね、やっぱ今回はボールを使ったザ・入門編で、おー、これ、行きましょう。編集大変なんでやるのって。初心者の子に向けてね、じゃあちょっと練習をやっていきたいなと思います。はい。初心者の子がまあボールを打つときに、一番最初にやることって何がありますか？何を言ってる？台本がないからってもう。初心者の子って上半身の方に結構意識がいっちゃうと思うんですけど、テニス結構足の方が大切なので、そこら辺で何か練習があればいいなと思って。なるほど、分かりました、はい、初心者の子は本当に腕でね、こう飛ばそうとして、こうラケットのことばっかりに意識してしまうと思うんですけど、テニスってやっぱ本当に下半身がねすごく重要なので、うん、今回は体重移動、なるほど、のところをね、こう意識した練習をやっていきたいなと思います。了解です。あ、じゃあ今回は、ボールを使った入門編ということで、特に下半身、体重移動を使うことを意識した練習をやっていきましょう。じゃあ行きましょう。あ、でもね、それではやっていきます。レッツゴー、レッツゴマサさん、この練習をやる目的を教えてください。この練習は前に行きながら打つことで、自然に後ろ足からこう前足にね、体重移動できるっていう練習になります。なのでこう止まらずにこのまま前に行くっていうことで、自然に前足にね乗って打つことができるので、ぜひやってみてください。ナイスボール、ナイスボール。このステップで意識することは何ですか？まず足をラケット1本分ちゃんと開くことと、うん、そのラケットを後ろに構えた時にちゃんと後ろの足に体重乗っけて、打ってから前の足に体重を移動することです。ナイスボール。どういうこと最後？
下半身いいね、体重移動が。ナイスボール。ナイスボール。マサオさん、この練習で意識していることを教えてください。これは上半身で力いっぱい打つんじゃなくて、こう足でボールをね飛ばすっていうのを意識するんで、もう上半身はもうラケットはもう本当に力入れなくても大丈夫です。僕が今意識してたのは、こうぐーっと右足に体重を乗せて、それをこう前に行くってことだけ意識してやってました。ぜひやってみてください。やってみます。ありがとうございました。ありがとうございました。これ確かに、これちーちゃんのねアイデアなんですけど、自然にこう前にも行けるんで、こう右足から後ろ足から前足にねやらなきゃって思わなくても、自然にこう前に行きながらできるんで、いい練習だなと思いました。確かに体が勝手に。ナイスアイデア。かぶっちゃった今。出なかった。え、言うの？指導者がいないとどういう練習をしたらいいか分からないっていう子多いと思うんですけど、困っちゃうもんね。これだったら本当にラケットをね使った球出しでもなくて、本当にこうボールをね簡単に投げるだけの球出ししかないんでね、ぜひやってみてほしいなと思います。チー持ってるね、練習メニュー。ではこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。